はい、ということで今週も始まりましたハイチのダラダラジオ、新年2回目かなの放送になるかと思います。で今回は、卒業ソングについてということで、まあ2022年の目標とかを見てくださった方はまたそれかーいって思うかもしれないんですけど、またそれかーいって思ってほしいぐらいに浸透させたいんですこれはい。でそもそもね、卒業ソングって何のことって思う方はもちろんいらっしゃると思うので、ちょっと簡単に伝えていきたいとこなんですが、今卒業ソング作ってます。はい。キョトンとしてますか？大丈夫ですかお前はどうしたってねなるかと思うんですけど、これ私実は夢の一つだったんです。そもそもの夢は、自分もともと音楽がすごい好きで、昔ね、遠い昔に歌手とかなれたらいいなみたいな、アーティストなれたらいいなって思った時期が実はあったんです、昔ね。ただ自分にはその才能がないのはもう初期のうちにも分かったとか見切っちゃったから、自分の中で。なのでだから、音楽に携わる仕事、ツアースタッフさんです、照明さんとか音響さんやりたいななんて高校の時には思ってたんですよ。で、まあ、ありがたいことにこの活動をして多くの子供たちにこうね知ってもらえるようになった時に、もともとは自分で歌った CD が世の中に出たらなって思ってたんですけど、子供たちに自分が携わった歌を歌ってほしいなっていう思いがすごく強くなったんです。私もともと合唱が好きで、で自分が歌うのも好きなんですけど、どっちかというと合唱を聴くのが好きなんですよ。Nコンとかもそうですね、すごい好きで、だから自分が携わった曲をその子供たちが合唱で歌ってくれる。で合唱って合唱コンクールってあるじゃないですか。で今も J-POP 歌うことも多くなりましたけど、合唱コンクールってやっぱ昔ながらの合唱曲歌うことが多いのでなかなか難しい。じゃあどこかって言ったら卒業式だみたいな。で3年ぐらい前に私はある中学校に卒業式呼んでもらって、で来賓席に座らせてもらったことがあるんですよ。で私本当にうるうるしててすごい良かったんです、卒業式っていう場所。もう自分は卒業以来、自分の卒業式以来だったんですけど、すごく良くて、でこの場所を、まあ卒業式じゃなくてね、その3年生送る会とかの参奏会かもしれないですけど、自分が携わった曲があってすごく思いが強くなって、でそれがいろいろ縁があってその曲を作るチャンスというかね、きっかけをいただいたんです。で結論から言うと今回私は歌ってません。はい、これもすごい議論っていうかミーティングいっぱいして、最初は自分が歌うみたいな流れだったんですけど、配置色を強くしちゃったら広がりにくいし、あとはやっぱりこう卒業式に歌ってもらうってなった時に難しいな。だからちゃんと、プロの方というか、自分と知り合いというかね、こうプロの方にこう依頼するってよりも自分が信頼できる方に今回歌ってもらうんですけど、その方に歌ってもらうと。で自分は何やるかっていうと作詞をしました。はい、で作詞もおととい、これ撮ってるおとといだね、おとといに深夜朝4時まで書いて出来上がって、なんか手前味噌ですけどいい歌詞ができたと思っています。私が特に中学の時にすごくいじめのこととかで病んでた時期にこの歌詞に出会ったらちょっとプラスに受け取れたんじゃないかなっていう、自分の思い、子供たちに届けたい思いっていうのを詰め込むことができた気がしていて、でまだ全部ね全然発表できないんですけど、曲を作ってくれてる方もその方が今まで作った曲を全部言ったら皆さん絶対知ってる曲が一曲はあるってぐらいにこう有名な方に今やってもらってて、でメロディーもね、そのまだちゃんとしたのは来てないですけど、そのデモというかいただいてるの、すごいいい曲なんですよ。すごくいい曲だから完成がすごく楽しみだし、楽しみにしててほしいなって。で本気で作ってるって、もうなんか YouTuber がねこう片手間でやってるんじゃなくて、本当に子供たちに届けたいって、子供たちの背中を押したいというか、そのなんて言うんだろう、人生のなんだろうな、こうプラスになってほしいって思いがあったんで、PV 作ります。プロモーションビデオ、これもプロの方、はい、これも自分がずっとお仕事したいと思ってたある方にお願いしました。だから自分、本当に自分の自己満足よ、正直言うと。
だと思ってる。でも俺の自己満足の先に子供たちの、笑顔というかさがあるんだったらいいなって、子供たちの卒業っていう門出を、祝えるというかさになったらいいなって思って、だからみんなが卒業式多分3月1週目とか2週目になると思うから、その時期かなに PV と一緒に投稿します。あのしつこいんですけど本当に楽しみにしててください。そしてそれが、オープンになった時には本当にみんなの拡散力を貸してください。これだけは本当に届けたい、全国に、もっと世界に世界まで行っちゃった、はい、って思ってますので、なんか今回このラジオで取り上げた理由は本気なんだよっていうのがちょっと改めて伝わったらいいなって思ってて、まあ正直さ授業やってる人間だからお前何しとんって思うかもしんないんだけど、でも俺の夢に付き合ってほしいって思ってね、そう喋りました。はい、今年はね間に合わないけど来年の卒業式の時に、そう今年の目標にも掲げたけどさ、1校でいいから、いや本当は1校でもっといっぱいなってほしいんだけど、どっかの中学校高校小学校とかでこれをみんなが合唱で歌ってくれること、そしてもし叶うならそれを訪問して会いに行く、実際に聞かせてもらうっていうのが俺の夢だし今年の目標となっております。いいものを作ります、みんなでね、はい、頑張ります。はい、ということで今週はここまでとなります。すいません、完全にね私の告知みたいななったんですけど、すいません今週は許してくださいでね、また来週日曜日に何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてもらえたらと思います。ではまた明日から1週間、まあ明日はあれかまだ祝日ですけれども、1週間ねお互い頑張っていきましょう。それじゃまた来週、またね、バイバイ。